皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。以前の動画で鑑定士は不遇職扱いされている世界がありましたね。そこで異世界ではどのような職業が不遇職扱いされているのか気になり、目に入った作品をいくつか読んでみようと思います。まず最初の作品はこちら、不遇職家事士だけど最強です。気づけば何でも作れるようになっていた男ののんびりスローライフです。作者は木島隆太様です。まずは家事士です。武器や防具といった戦闘に必要な道具から包丁やフライパンなどの日用品まで、いろんなところで重宝されるはずの家事士が不遇職とはどういう理屈なんでしょうか。非常に気になるところさんです。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは不遇職家事士のあらすじはこちらです。同じ布団に入り、今日は成人の儀だから起きろと幼馴染のリンに起こされる主人公レリウス。冒険者だった両親を亡くし、幼馴染の両親が経営する宿屋で世話になっている。この世界では成人になると神様から神器を与えられる。そしてその神器に見合った職業を与えられるという無職絶ゆるな世界なのだ。強力な神器と職業であれば富も名声も手に入れ放題だ。そして教会にて祈りを捧げるレリウス。すると出てきたのはハンマーであった。職業は家事士。それはこの国では外れ中の外れ職業であった。誰もが超優秀な神器を与えられる中、家事士の能力は作成のみで、神器以下の武器しか作れない。神器は損傷せず、強力な固有スキルがあり、念じるだけで出し入れ可能。しかし普通の武器は損傷し、スキルはなく持ち運ばないといけない。神器があるから普通の武器なんかは使わない。メリットが全くないゆえに不遇職扱いされている。しかし平穏な生活は送れるだろうと自分を慰めていたところ、幼馴染がどこの世界でも見慣れた神器エクスカリバーを手に入れ勇者となった。一生楽して暮らせるなと軽口を叩いて話し合っていたのが嘘のようにおつやムード。信心深さが足りないせいで神様のご意志に納得がいかず、時間をくれと神父に頼む二人。教会を後にするも、町では勇者が現れたという噂が広まってしまっていた。リンは心配させないため、勇者として生きることを選択してしまう。宿屋の部屋で、レリウスは、外れ職業の評価を変えてやる。強くなってリンの仕事を奪ってやる。と誓い、それまでは頑張ってくれと応援する。後日、リンは勇者として町を出て行った。宿屋で日常を過ごしていたレリウスだったが、新人バイトのメアが皿を割ってしまったことで脳内に音声が流れてきた。ハンマーで破壊が可能ということで、ハンマーで皿に触れると、破壊というか吸収されてしまった。皿を吸収したことで、同じ皿を何枚でも作ることができるようになった。皿を何枚か作るとレベルアップ。すると作成可能なアイテムが一気に表示されるようになった。レベルが上がると作れるアイテムも増えるようだ。さらにはなぜか身体能力まで向上している。レベルを上げていけばリンを助けられる力が手に入るかもしれないと喜ぶレリウスだった。という感じです。何このメリットしかない神器。ちなみに素材なしで制限なく作成できるだけでなく、自分で作ったアイテム限定ですが、アイテムボックス機能まであります。どこの世界でもアイテムボックスはアイテムボックスですね。さらに物を S から F のランク分けで見分けられるようにもなります。レベルが上がることでようやく武器を作成することができるようになったのですが、普通の武器を作れるということが周知の事実であるということは、数十年前にいた家事士も同様に武器以外も作成できたわけですよね。だったらもっと有名になっていてもいいはずなのに、以前の人はずっと黙ってたのかしら。それかこの神器が特別なだけで、他の神器を持つ家事士にはこのようなことはできなかったのか。そこがわからなかったので、もやっとします。
もやっとしたので原書を読んでみると、鍛冶師はみんな同じこのハンマーをもらえるらしいです。じゃあみんなが同じことできていたんだねっていうことだけど、ちゃんと設定考えてます？同じ神器、同じ職業だけど主人公だけ特別はさすがに道理が通らないですよ。さらに言うとね、鍛冶師が武器しか作れないんであれば、防具は誰が作ってるんですか？フルアーマーの護衛が出てきましたが、その加工って鍛冶師がやるものではないんですか？全員が神様から自分に合った武器を与えられるから、武器を作ることに関してはいらない存在なのかもしれません。でも防具や調理道具は鍛冶師が作らなければ誰が作るって言うんですか？みんながみんな戦闘に関する神器や職業しか見ていない戦闘狂ばかりなのに違和感があります。それだけでは社会は回らないじゃないですか。不遇職は最強をしたいがために世界観を歪めまくっている気がしてなりません。あとレベルに必要な経験値についてなのですが、レベル2になる時には10の経験値が必要でした。レベル16になるのにも10の経験値が必要みたいです。ではレベル20に必要な経験値はいくつだと思います？正解は500。え、指数関数的なんてもんじゃないですよ。私は必要経験値は10固定だと思ったんです。取得できる経験値が小数点以下になっていく仕様なんだろうと思ったので、ちょっとこのゲームシステムは受け入れがたいです。そもそも素材がいらないんだから、作りまくっていけば簡単に上がっていくというのがなんかね、さすがにそんなずさんなシステムなわけがないと思い原書を読んでみたのですが、レベル16の下りは存在していませんでした。漫画家の単純なミスですね。考えるのが面倒くさかったのと、使い回しができるからでしょうか。気にするよ、そういう細かいところ。あとアイテムの作成には素材はいらないようですが、魔力が必要なようです。魔力量は可視化されていないようで、感覚的なもののようです。魔力が必要という制限があるようで、少しホッとしました。そこまで重要ではないと判断され、漫画でははしょられちゃったようです。重要じゃないのかな。その説明を序盤でしておかないと。剣を無限に生成できる、資源をタダで出せる、大金持ちとかできるし、戦闘時に使い捨ての武器を何度も出して戦うスタイルを取るとしたら、くっ、魔力が足りない、どうすればみたいな熱い展開ができないわけじゃん。その場になって実はみたいに話されても、今まで何事もなく使ってたじゃんという憤りが生まれるだけですし、漫画オリジナルな設定で進んでいくのかもしれませんね。ということで能力自体はこれで一応納得できません。忘れてました、鍛冶師は神器以下の武器を作れるんですよね。以下ですよね、つまり神器作れるんですよね。こういう物語だからどうせ作れるんでしょうけれど、それってまだ誰も知らない知識じゃん。どうして作れるって知ってるの？原書の方では誰でも神様から武器が与えられるから最もいらない職業としか記述されていません。全くこの世界の社会性を語らずにその一文で終えている原書もどうかとは思うのですが、もっとわかりやすく説明していった結果、墓穴を掘るのやめてもらえません？わかりにくい部分を補完してくれるのは非常に嬉しいんですよ。それはコミカライズの漫画家として優秀だと思います。でもその結果さらにガバを生むのはダメでしょう。絵柄自体はいいと思うんで、もう少し文章能力が上がるともっと漫画家として伸びていくんじゃないかと思いました。あ、スローライフ感は全く感じられませんでした。初っ端からいきなり危機的な戦場から始まりましたし、気づけばでもないです。自分で成長しているのも作れるアイテムが増えているのも把握しているので、タイトルはしっかり考えましょうね。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。
メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。